ございます。第7回中央管理会を開催いたします。山口代表から挨拶があります。はい、皆さんおはようございます。週明けに2人の閣僚が交代をするということが起きました。この主な理由は政治と金をめぐっての疑惑を投げかけられて、そして国会の審議に影響し、また所管の行政執行にも遅滞を招いている、この状況をいち早く解消して国民の期待に沿って政権運営がしっかり前に進む、国会審議が進む、そして行政執行が進むと、こういう状況を作り出す、その責任感から断行したものだと思います。改めてこの政治資金の取り扱いについては、我々もしっかりと足元を見直すとともに、その趣旨から国会運営をしっかり政府与党の結束のもとに進めていくということが大切だと思います。その緊張感なくして国民の信頼を取り戻すことはできません。衆参ともにこのたくさんの重要な法案を抱えて、これが円滑に今後進むと、そして本来の地方創生国会、そしてまた通常国会に引き続いての経済の好循環を作り出す、こうした政府与党の重要な取り組みをしっかりと進めてまいりたいと思います。その責任のもとに衆参、現場でそれぞれの委員会、また国会運営ともにしっかり取り組んでまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。以上であります。